社の天丼が540円から500円に値段が戻っていたので食べてみた。増税前に一度40円値上げしていたので以前の価格よりも安くなっているわけですが、なぜ値下げしたのかは謎。食べた感想。具はエビ、イカ、白身魚、かぼちゃ、インゲン、さらにイカ追加したけど、イカ2つのうち1つが異様に小さかったのが気になった。エビは大きめだけど身は細い。かぼちゃ、インゲンは適度な大きさ。天つゆかけたくなったけど、卓上には香辛料しかなく漬物もなかった。後半ご飯が重く感じた。直近10日間程度1食 20g 未満の糖質制限していたためか、食事量が胃に入りにくい。並盛り食べきるのも辛かった。天夜にデコで天つゆか漬物がないのはきついな。